どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回ワンポールテントを紹介します。このワンポールテント、僕調べではこのサイズのテントでは世界で一番軽いテントでガチですごいので、皆様動画をスキップせずぜひ最後までご覧ください。このテントはボンフェスのマイダス2というテントなんですけれども、このテント自体の重さはなんとたったの 430g なんです。なぜこんなに軽いのかっていうと、ダイニーマという新しい素材を使ったテントだからなんです。ボンフェスというメーカーもマイダス2という商品名も、そしてダイニーマのことも聞いたことがないよっていう人がほとんどだと思いますが、どれもすごいんです。ボンフェスは北イタリアのアルプスの麓で育ったボンフェディーニ師弟が2019年にノルウェーで設立した超軽量アウトドア登山キャンプ用品メーカーです。ボンフェスの商品はメキシコで一つ一つハンドメイドで作られており、その品質の高さからノルウェーをはじめスウェーデン、フィンランド、アイスランド、デンマーク、スペインやドイツなどの北欧から、アジアでは台湾など世界中の国々で愛用されています。弟のニッコラさんはノルウェーに住んでいて、姉のステファニアさんはメキシコに住んでいるそうです。弟がノルウェーで開発とテストを行い、姉がメキシコで生産しているボンフェスはそんな家族経営のブランドなんです。では一体ボンフェスのテントの何がすごいのでしょうか。それは生地の素材がダイニーマであるということ。ダイニーマは超高分子量ポリエチレンの繊維につけられた商品名で、外見などは一般のポリエチレンとの見分けはつきませんが、物理的化学的特性でははるかに優れています。実はダイニーマは一部上場企業の東洋紡とオランダ DSM が共同開発した繊維で、なんと日本の素材メーカーの技術なんです。2007年、世界で最も過酷なヨットレースであるアメリカズカップで優勝したスイスのヨットのハンプに使用されたり、アメリカ軍の特殊部隊をはじめとして、オランダ軍やドイツ軍など世界中の軍隊の防弾チョッキにも使用されています。香港の警察もダイニーマ製の防弾チョッキを使用しているそうです。ダイニーマ製の防弾チョッキは 9mm の弾はもちろん、AK-47 の 7.62mm 弾も貫通させない強度があります。また2016年から韓国軍、マリ軍、ナイジェリア軍が使用している軽量戦術車両 KLTV の装甲にもダイニーマが使われています。このようにダイニーマは軽くて薄いのに防弾チョッキや装甲にも使われているなど、かなり丈夫な素材であることがわかります。ではこのダイニーマを防弾チョッキではなくテントとして使用した時、どんなメリットがあるのでしょうか。ダイニーマが使われているテントの特徴は主に5つあると思います。1つ目は加水分解しないということ。一般的なテントの PU コーティングは数年で劣化してきますが、ダイニーマは紫外線にも強く薬品にも強いので半永久的に使用可能です。二つ目は防水性が高いということ。耐水圧は1万5000ミリから2万ミリで、吸水率はほとんどゼロです。雨の中使用しても吸水はなく強度の低下はありません。三つ目は浸透性があるということ。外側はダイニーマ、内側にはメンブレンと呼ばれる透湿防水素材を使用することで、水の侵入は防ぎつつ、テント内の湿気だけを外に逃がすことができます。4つ目は強度が強いということ。鉄の15倍の強度を持っているので、一般的なテントに使われているナイロン生地の5分の1の重さで同じ強度を出すことができます。そのためダイニーマを使った用品は全てウルトラライトとなっています。5つ目は摩耗しにくいということ。桁外れに高い分子量は、外ロープやペグとの摩擦に対しても進化を発揮します。ダイニーマが使われているテントの特徴はこんな感じです。それではそのダイニーマでできている今回紹介するボンフェスのマイダス2はどんな特徴があるのかもさらっと紹介します。マイダス2の特徴1、マイダス2はカテナリーカットという方法で作られています。その結果、ただの三角形ではなく曲線を描く美しい形をしています。カテナリーカットにより内部スペースを制限することなく優れた耐風性を有しています。2つ、ダイニーマはシワの影響で長年使っていると収縮する性質があります。ボンフェスではこの縮む性質を考慮した独自設計をしています。そのためテントの寿命がとても長くなっています。3つ、テントのジッパーは YKK 製のウォーターレジデントジッパーが使われています。ポリウレタンでコーティングされたフラップで刃が覆われており、耐水性と耐久性が高く、雨の中でも雪の中でも使用可能です。4つ、世界最高水準の工場で職人の手により一つ一つ丁寧に作られています。製造の始めから終わりまでハンドメイドで作られており、製品の担当者は製品に誇りを持っており、各テントに付けられているタグには担当者がサインをしています。ちなみに僕のマイダス2には S メとサインが書いてありました。これはボンフェスのエスメラルドさんのサインであり、彼女はオートクチュールやナイトドレスの縫製経験があるそうです。これは信頼できますね。5つ、ダイニーマは水に強い生地です。マイダス2も汚れたスポンジを使い、水で優しくこすって汚れを落とすことができます。
また第2馬は湿気に強くすぐ乾くのでカビたりすることもなく加水分解することもありません。6つ DWR 加工というのを聞いたことがあるでしょうか。レインウェアなどに使用されている撥水加工のことです。しかし DWR 加工に使われているパワフルオロカーボンというフッ素化合物は非常に強力な温室効果ガスで有毒で難分解性のため環境中から消失しません。マイダス2を含めボンフェスはこの DWR 加工を一切使用しておらず環境に優しいテントになっています。7つ、テント本体だけでなくこういったペグダウンする箇所のロープや付属のロープも第2馬製になっています。ということで第2馬でできているテントマイダス2を実際に使用してその凄さを実感してみましょう。マイダス2の大きさは横24センチ、縦20センチ、厚さ10センチとかなり小さく、重さはなんと実測で 452g でした。付属のカーボンポールは高さ136センチで重さが約 117g とかなり軽くなっています。マイダス2は組み立てると横幅285センチ、縦203センチ、高さ約140センチになります。この大きさは僕が以前紹介したバンドックのソロ TP と比べて少し大きいサイズです。マイダス2とソロ TP は大きさや形が似ていますがソロ TP の重さは 2.2kg、 マイダス2は本体とインナーポール合わせて 1016g とほぼ半分の重さです。またソロ TP の耐水圧は 3000mm ですが第2馬製のマイダス2は 2万mm の耐水圧を誇ります。付属品はテント本体、第2馬製の収納バッグ、第2馬製のロープ 12m、 ミニラインロック8個、リペアテープ、そして初回特典でカーボンポールも付属しています。マイダス2にはペグが付属していません。第2馬製の超軽量テントですし雪山で使う人や登山で使う人などいわゆるキャンプ以外で使うことも多いと思うのでその用途に合ったペグを自分で用意してほしいとのことです。今回は僕が普段から使用している20センチのチタン製ペグを使用しました。軽くて丈夫なのでかなり長い間使用していますが12本中1本も曲がることなく使用できています。こちら概要欄に購入先を貼っています。早速マイダス2を組み立てていきましょう。組み立て方は一般的なワンポールテントと同じです。1. テントを広げます。 2. テントの四隅をペグダウンします。 3. 扉を開けて中からポールを立てます。 4. テントの残りの4箇所にペグダウンします。これで完成です。構造は普通のワンポールテントなのでテント設営慣れている僕で約90秒で設営できました。気象条件によってロープを張ったり調節してください。ペグを打てる場所は赤い丸の8箇所、ロープを張れるのは青い丸の8箇所です。ここで注目してほしいのがこの8箇所のロープを張れるガイアウトポイント。普通このサイズのワンポールテントのガイアウトポイントは多くても四隅に4つだけだと思います。マイダス2には8箇所ものガイアウトポイントがついています。これにより第2馬の生地の強さも相まってかなり風に強いテントとなっています。マイダス2には136センチから143センチのキャンプ用のポールまたはトレッキングポールを使用します。トレッキングポールは約130センチ前後のものが多いのでマイダス2を使用する場合最大の長さに注意してください。マイダス2のペグダウンする場所は全てこのように紐で長さ調節ができます。これにより地面に接着して設営することもできますし浮かせて設営することもできます。この紐を使えば長さ148センチのポールでも設営することができましたがこのようにいびつな形になってしまうので個人的にはどんなに最低でも136センチ最大は143センチぐらいのポールが限界かなと思いました。早速マイダス2の外見を詳しく見ていきましょう。まずマイダス2のこの形を見てください。綺麗な三角形というより三角形が2つ重なったような形をしているのがわかるでしょうか。これがボンフェスのテントの特徴でカテナリーラインになるように作られています。カテナリー構造とは何かというと水平力がかかりにくい構造のことです。建物を横に倒すような力のことを水平力といい構造力学では主に地震の揺れや風圧のことを指します。ボンフェスのマイダス2は風を受けた時の力を小さくするように作られています。今回台風11号の風で実験してみたのですが隣の普通の三角形のソロティピーと比べるとマイダス2は全くたわんでないのが一目瞭然です。ソロティピーの中は風でたわんでかなり狭くなってしまいますし壊れてしまいそうで恐怖感があります。一方マイダス2はたわんでいないので広々としています。このカテナリー構造は錦帯橋やレインボーブリッジなどの橋や建造物電線などの日常生活の至る所に使われています。さてここで皆さん音を聞いてみてください。ナイロンやポリエステルのテントが風になびくとバタバタバタッといった音がしますよね。あれってかなり不快で寝ている時なんかうるさくてたまったもんじゃないと思います。
しかし第2位は薄い生地ですが硬く張りがあるので、ナイロンやポリエステルのテントに比べて音が不快ではありませんでした。どうでしょうか、聞こえるでしょうか。少し張りのある音がしますよね。こういったことから天候が変わりやすい登山などで使用する方にも自信を持ってお勧めできるテントです。テントの見た目はまさに第2位まで、一目でナイロンやポリエステルではないということがわかります。生地の厚さは色によって異なります。今回使用しているスプルースグリーンは DCF0.75 が使われており、薄いですが非常に丈夫な生地です。ボンフェスの日本正規代理店のトレントアさんでは、今回使用しているスプルースグリーンに加えて、ホワイト、カモフラージュの3色を取り扱っています。外見の続きを見ていきましょう。テントの上部1箇所に通気口がついています。中に硬い板が入っているので、マジックテープで留めてあげると通気口になります。この通気口にはメッシュの網戸などがついていないので、中からも開け閉めが可能です。ガイロープを張ることができる場所はこのように3箇所で補強されており、裏側も第2マの生地で覆われており、かなり強力に補強されています。第2マ製のテントは透けて見えるほど薄く、ナイロンとは違った独特の透け感があります。日中だとそこまで気になるものではありませんが、夜テント内でライトを使用するとこのくらいの透け感があります。この透けの問題の解決方法は2つあって、1つ目はインナーテントを使用して壁を増やすということです。市販のインナーテントを天井に引っ掛けて使用できます。インナーテントを使用すれば光が拡散され、少しは透け感がなくなると思います。もう一つの解決方法はライトの光量を下げるということです。ちなみにインナーテントなしでテント本体だけ使用した時の透け感はゴールゼロ2段階明るさのうち、明るい方でこのぐらいの透け、暗い方でこのぐらいの透けでした。この独特の透け感やカテナリーデザインにより、夜のマイダス2はキャンプ場に立つオブジェのような美しさがあります。ナイロンやポリエステルでは絶対に出せない美しさです。早速マイダス2の扉を開けてみましょう。 452g と軽量なテントにもかかわらず、扉は前後の2箇所に装備されています。第2マ製の軽量なワンポールテントはいくつかありますが、軽さを優先しているものが多く、入り口が片方にしかないものがほとんどです。扉の開閉部分にはこのようにバックルがついています。これによりどんな風が吹いても扉が勝手に開くことはありません。またこのように扉を閉めつつも換気できるなど、いろいろな使い方ができます。ファスナーは YKK の止水ジッパーが使用されていて、ジッパーから水が入ってくるようになっています。雪の中でも使用することを想定してあるので、かなり高品質なジッパーです。開けた扉をくるくる巻きにして横に固定することができます。片方だけ開けるとこんな感じ、両方開けるとこんな感じです。後ろも開けるとこのように開放感抜群のテントになります。早速テントの中を見てみましょう。テントの中は無駄なものもなく、かなりシンプルな構造です。高さが約140センチとワンポールテントの中では低めですが、明るい色をしているので圧迫感はありません。天井に輪っかが1つ、壁には6箇所のループがあり、ゼルテはインナーテントを取り付けることができます。今回僕が普段使用しているインナーテントを取り付けてみたところ、このようになりました。こちらの購入先も概要欄に貼っています。耐水圧についてです。マイダス2は耐水圧2万ミリとレインウェア並みの耐水圧です。これだけの耐水圧があると湿気がテントの中にこもってしまい、結露が心配ですよね。しかしテントの外側は第2マ、内側にはメンブレンと呼ばれる透湿防水素材を使用することで、外からの水の侵入を防ぎつつ、テントの湿気だけを外に逃がすことができます。マイダス2の透湿性は24時間で5万グラム、つまり 50kg です。24時間で1平方メートルあたり 50kg の水蒸気を外に出す能力があるということになります。この24時間あたり5万グラムという性能は半端なくて、3万円ぐらいの登山用ジャケットでも24時間で20キロから30キログラム程度の性能なので、マイダス2がよく湿気を外に出す能力があるということがわかると思います。もし皆さんがゴアテックス製のジャケットなどに信頼を寄せているなら、マイダス2はそれと同等かそれ以上だと思ってもらって OK です。実際に雨の中で使用してみますが、全く問題なく使用できました。とても気に入った点は音、ナイロンやポリエステルに当たる雨音と第2マに当たる雨音は少し違って心地いい音がします。カメラ越しでその違いはわからないので、雨音の違いは実際に購入して体験してみてください。こういうところがあったでしょうか。ボンフェスのマイダス2の紹介でした。テント自体の重さが 430g で、ポールが 110g、 そして、ペグが 100g ぐらいだとして、だいたい 600g ぐらいで、設営できるテントなんですけれども、登山とかトレッキングする人にはもちろんおすすめなんですけども、ツーリングだったりとか、バックパックでキャンプする人とか、とにかく重量を軽くしたいけれども居住スペースとかは、ちゃんとしたいなっていう人にはめちゃくちゃおすすめなテントだなというふうに思います。
このテントを作っているボンフェスはノルウェーのメーカーなんですけれども、日本のトレントワさんが日本正規代理店になっているので、フーショッピングとアマゾンの、トレントワさんのページから、購入することができます。この第2位までできためちゃくちゃ丈夫な、マイダス2の購入先は、概要欄の方に貼っているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。